のずみ橋は、新潟県長岡市寺泊のずみの、大川津分水路に架かる国道402号の橋町211メートルのラーメン橋。品濃川の洪水を日本海に直接放流するために掘作された、人工河川である大川津分水路は1922年に通水した。これに架かる橋として、初代の目標が1931年に架橋された。 この目標の代替として二代目の橋梁が県道橋として新潟県により架橋されることとなった。架橋地点は上流の品濃川分派点に大川塚道石があるため流量が不安定であり、また低水磁気が広いため上下部公志向のために四方公工法によることは非常に困難であった。このため下部高志向には計算工法が上部高志向には 当時珍しかった全景間張り出し仮設工法が採用された。この二代目橋梁は2億3000万円余りを費やして1967年6月13日に竣工した。大川津分水路の大改修が2015年度に事業化され、これにより川口付近の川幅を180メートルから280メートルに広げてガツモルを大きく拡幅するのに合わせて、 元橋も掛け替えられることとなった。掛け替え事業は、大川津分水路改修事業の一環として、新潟県の協力のもと国土交通省、北陸地方整備局、信濃川河川事務所により進められている。新橋は原橋の下流に仮設され、海側に歩道も設けられることになった。設計は ICT 活用として CIM3 次元モデル活用し、 建設技術研究所により行われた。2016年5月10日に、河川管理者と道路管理者の間で掛け替えに関する基本協定が締結され、は2017年度に、右岸側川兄弟から着工した。A2 兄弟が2019年1月に完成し、P2P4 橋脚が2019年12月に完成した。ありがとうございます。